どうもこんにちは、竹の子塾の大久保です。今日も一緒にですね、中学数学を勉強していきたいと思います。で、今日は1年生政府の数第17回目で、前回やったですね、政府の数の掛け算ですね、それの計算問題をちょっと用意しているので、ちょっとこちらを解いてみたいと思いますね。で、まあ、もう一回ちょっと復習しておくと、プラスとプラスかけたらプラスですね。で、プラスとマイナスかけたらマイナスね。マイナスかけプラスがマイナスで、マイナスかけマイナスがプラスですよというところですね。で、早速第1番、マイナス3とプラス5の掛け算なんで、このパターンですね。だから答えの符号はマイナスですよね。で、あとこれ数字をかけてあげればいいです。3と5をかけたら15なんで、答えがマイナスの15、いいですかね。で、2番がプラス3とマイナス9の掛け算ね。プラスかけるマイナスなんで、このパターンね。このパターンと一緒ですよ。だから答えの符号はマイナスね。で、あとは数字のとこ、3と9をかけた27が正解になります。で、3番目が、今度はマイナス5かけマイナス8なんで、これですね。マイナスかけマイナスがプラスになるよと、ね、いうところなので、答えの符号はプラスね。で、あとは5をかける8をして、プラスの40が正解ですね。で、次がですね、今度3つありますね。3つあるので、まあいろんなやり方あるんですけど、とりあえずじゃあ順番にやってみましょうかね。マイナス2とマイナス3だったら、これ、マイナスの数同士なので、このパターンですね。マイナスかけマイナスで、マイナス2かけマイナス3なんで、まずちょっとここのところだけやると、答えの符号がプラスね。で、数値は 2×3 で6ね。で、次がプラス 6× マイナス5なんで、このパターンですね。プラス 6× マイナス5なんで、ここですね。プラス 6× マイナス5なんで、答えの符号はマイナスね。だったら6と5をかけて30ね。マイナス30が正解ですよ、というところになります。で、最後この4番目の問題ですね。これまあ、こうやってこう、マイナスの数がね、こうたくさんかけてあると、なんかだんだんね、ややこしくなってくるので、ね、ちょっとね、うまいやり方っていうのを、こちらに、ね、説明の準備がしてあるので、ちょっとね、説明していきますね。で、マイナスの数っていうのはね、例えばマイナス1かけるマイナス1だったら、これプラス1ですよね。マイナスかけマイナスはプラス1ですよね。で、その次、例えば、それにもう一個マイナス1かけ、マイナス1かけマイナス1かけマイナス1ね。これ、ここの時点で、マイナス1かけマイナス1か、ここですよね。プラス1で、それにマイナス1をかけるから、プラス1とマイナス1かけたら、ここですよね。答えは、プラス1とマイナス1かけたら、またマイナス1になりますよ。ね。今度はマイナス1が4回かけてありますね。で、ここからここまでっていうのは、この上の計算結果と一緒ですよね。マイナス1を3回かけてるから、マイナス1ね。それにまたマイナス1をかけるね。ここかけ、ここね。マイナスかけマイナスかプラスになるっていう、ここと同じになります。マイナス1とマイナス1かけたら、符号がプラスね。1かけ1で1ですよね。そしたらだんだんちょっと、まあ分かってくると思うんですけど、次は、ここですね。マイナス1をこう4回かけてる、ここまでの部分っていうのは、この上の計算結果と一緒だから、マイナス1かけマイナス1かけマイナス1かけマイナス1、ここはプラス1ですよね。それにもう1個マイナス1をかけるから、これですね。プラスとマイナスかけたらマイナスになるってことなんで、プラス1とマイナス1かけてマイナスね。で、1と1かけるんで、一緒の1とね。そしたらもう大体分かってくるかな。ここは、マイナスが1、2、3、4、5ね。ここまでの計算結果がマイナス1で、それにまたマイナス1かけるから、プラス1になりますよとね。結局、マイナスとマイナスかけたらプラスだし、プラスとマイナスかけたらマイナスになるから、マイナスを2回かけたらプラスですよね。マイナスを3回かけたらまたマイナスね。それにもう1個かけて、4回マイナスをかけたらプラスね。で、5回マイナスをかけたらまたマイナスになって、1、2、3、4、5、6、6回マイナスをかけたらプラスになるね。ということは、7回かけたらまたこれマイナス1になって、8回かけたらプラスの1ね。それにまたもう1個かけて、9回かけたらマイナスの1。10回かけたらプラスの1っていうのを繰り返していきますね。で、なんでここにまとめて書いてあるんですけど、奇数回ね。奇数っていうのは、
13579ですね。奇数回このマイナスをかけてしまうと、ね、奇数回マイナスをかけるとここのところですね、3とか、5とかね、あとまあ7とか9とかね、それ回数かけると答えの符号はマイナスですよとね。で、偶数回、だからこの2回とか4回とか6回とか8回とか10回とかね、偶数回マイナスがかけてあれば答えの符号はプラスになりますよとね。なので、まあ、さっきね、ここも順番にこうやってここやってってやったんですけれども、先にですね、もう答えの符号をね、マイナスをこれ3回かけてある、つまり3ってことは奇数ですね、奇数回かけてあるってことはもうすでに答えの符号がマイナスっていうのは分かりますね。で、もう答えの符号を先にこうやって見つけておいて、あと2と3と5をかけて 2×3×5 だから、2×3 が6、6×5 で、あ、30だというふうに出してもらってもいいです。ですかね。で、最後にちょっとまあ、この先に符号をね、答えの符号を決めて、で、数字だけの計算をするっていう練習をですね、ちょっと2問ほどやって終わりたいと思います。よいしょ。ちょっとね、じゃあ、急遽作ったこのね、2問を解いていきたいと思いますね。で、まず上の方の問題。これ、マイナスかけマイナスかけプラスだから、マイナスが2回かけられてますよね。で、2回かけられてるっていうことは、偶数回かけてるので、答えの符号は、プラスですよね。で、あとはもうこの答えの符号が分かれば、符号はもう関係なくて、ただ数字の掛け算だけしてもらうといいです。これなら 3×4×2 してもらうといいんで、3×4 は12ね。で、12に2をかけたら24なんで、あ、プラスの24だというふうに答えを出してもらうといいです。で、次も同じ感じでやりますね。今度は、マイナス、マイかけるマイナスかけるマイナスかけるマイナスで、マイナスが4回ですね。これも、また、偶数回かけられているので、答えの符号はプラスになりますね。で、これが分かれば、あと数字だけの掛け算になるんで、2×1×3×5、2×1×3 で6、6×5 で30ね。プラスの30というふうに答えが出せますよというところになりますね。で、まあ、なんでね、まずこのパターンですね。この正負の数の掛け算のパターンをしっかり頭に入れて計算をする。ね。で、さらに応用編として、ね、マイナスのこの掛け算がね、マイナスが奇数回かけられてたら答えの符号もマイナスになる、ね。で、偶数回マイナスがかけられてたら答えの符号がプラスになる、ね。いうのを使って、先に答えの符号を出して、そしてあとは数字だけの掛け算をする、ね。そうすると、まあ、計算ミスとかがね、起こりにくくなるというような感じになりますね。そしたらですね、次回も、またね、見ていただけるとありがたいです。どうもありがとうございました。